どうも。どうも。河野真です。はい。じゃあ本日もね、マイメロさんが来てくれましたよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピンク系で行かせていただきますね。はい。なんで今日はピンクにしますか？自分がちょっとマイメロ好きなんで、ちょっとそれに寄せようかなと。あ、ね、めっちゃマイメロ好きですもんね。はい。携帯のカバーもマイメロでしたもん、ね、あ、全部僕、そうですね。ちょっとそれできたら召し上げてください。召し上げていいですか？ほんまにマイメロが好きなのかっていうのも。はマイメロ。確かに。それは なんでマイメロが好きなんですか？あ、ちょっと彼女の影響で。あ、ね、それも言った話ですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はありがとうございます。もう最高ですね。あ、よかったよかった。また、マイメロさんが帰ってきてくれましたよ。今回もほんますごいイメージチェンジ、マイメチェンね、するんで、ちょっと楽しみにしてください。はい、楽しみにしてください。よしよし。オリンピックも始まりますもんね。はい、でもちょっとコロナが今ちょっとあれなんで、ちょっとオリンピック難しいかなと思うんですよ、僕。オリンピック難しいかなと思うんですよ、僕。というと、線ってこと？多分しない方がいいと思うんですよ。完成しましたよ。完成しました。何これ、すごない？すごいっす。京都でおる、こんな人。今日は、まゆめろさんもね、ちょっと今回また久しぶりに来たってことなんで、ね、結構すっきりとしたヘアスタイルにピンクのカラーでしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近どうですか、まゆめろさん。コロナで自粛してます。ちゃんと自粛してます？ちゃんと自粛してます。何してるんですか、自粛中は。ゲームばっかしてます。ゲーム、マイメロのゲーム。いや、違いますね。どんなゲームしてますか？ PUBG やってます。この前、うん、40時間耐久しました。はい。40時間、1日も超えてるやん。飲まず食わず寝ずでやります。あの時はちょっと頭おかしくなりました。やばいっすよ、マジで。ブースト最初来た時、うんうん、これぐらいの髪の毛で直毛でしたもんね、僕。いやー、そうですね。何年ぐらい通ってくれるの？2年ぐらい。まあ、経ちますよね。経ちますね。いや、ほんまにありがとうございます。最初にやってもらったもんなんかがわかんない。ねえ、ほんまに何かの縁ですね。いや、何かの縁ですね。今じゃね、はい、YouTuber なんでね。いや専属 YouTuber なんで。専属。どうですか、でもちょいちょい出てくれてるじゃないですか。はい。反響とかあります？結構インスタとか LINE で見えたよーって。マジか、すごいな。ちゃんとなんかこっそり見てくれはるんですよ、友達も。ありがたいこと。いや、ありがとうございます、本当に。ルースとも今年からちょっと新しい体制になったんで、人も変わってデラックスできて。じゃあ前目のカットが終わったんで、ここから枯らしていきます。じゃあブリーチからいきますね。はいはい。頑張ってますね。頑張ってありますね。すごいっすよ。 YouTube 見たら全部サカちゃんですよ。最近サカちゃん率高いですね。サカちゃん率高いですね。スタイリング剤の番外編まで出してよ。スタイリング剤番外編って何って感じですよ。スタイリング剤はスタイリング剤やろみたいな。思いましたよ、僕。はい、ブリーチ終わりましたね。終わりました。ここからまたマイメロカラーでいきましょうか。マイメロピンクで。じゃあいきますね。よろしくお願いします。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。とうとうマイメロ完成しました。皆さん、じゃあね、はい、3、2、1で目を開けてもらっていいですか。はい。3、2、1。マイメロ。やっべえ。どうですか。めちゃめちゃいいです。いや、もうマイメロ感半端ないですか、この辺。この辺ちょっと来てますね。来てますね。来てますね。それで間違いだ。めちゃめちゃありです。ありですか。はい、ありがとうございます。まあ、今日はね、こういったまたマイメロカラーをさせていただきましたけれども、一言言ってもらっていいですか、なんか。すごい完璧に仕上がってて、コロナもすっごい完全対策されてるので、良きです。ありがとうございます。じゃあね、うちのネープマスター、カイト君もね、一言なんかいいですか。ルーストではこういったカラーもできるので、ぜひお越しになってください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあまた、メロー。メロー。